ロクトです。3つの脳の話を覚えてますか？3つの脳って何ですかって思う人のために、ここでもう一度おさらいします。人間の脳は大きく分けて3つに分けることができるんですよ。その3つは何かというと、爬虫類脳、哺乳類、かっこ動物脳、人間脳です。その3つの中では、爬虫類脳が一番原始的で、本能的なものを支配しているそうです。食べたい、寝たい、セックスしたい、など。次に、爬虫類脳を覆うように発達したのが、哺乳類、かっこ動物脳で、この脳は感情を支配しているそうです。嬉しい、楽しい、悲しい、仲間意識など。そして、哺乳類、かっこ動物脳を覆うように発達したのが人間脳で、この脳は理論とか理屈とかを支配しているそうです。辻褄、理論、性善など。この理論は、爬虫類が哺乳類へ進化し、その後人間へと進化したという考えに基づいています。つまり、最初に爬虫類から哺乳類へ進化した時に、爬虫類脳の周りに哺乳類脳が覆われた。次に、哺乳類から人間へ進化したときに、哺乳類脳の周りに人間脳が覆われた。つまり人間の脳みそは進化の過程で継ぎ足されていった奇跡だというんですよね。まあ、とても理解しがたい理論ですよね。さらに、この話が一人歩きして人間の生活診断にまで活用されてるんですよ。この説は、アメリカの心理学者、神経科学者のポール・ディ・マクリーン博士によって提言されました。1951年5月1日に、ニューヨーク州で生まれ、2007年12月26日にメリーランド州で息を引き取りました。56歳でした。イェール大学の英文科を1935年に卒業し、スコットランドのエジンバーグ大学で哲学を学んでいました。しかし家族が病気だったため家に戻り、1940年にイェール大学で医学部の学位を取得しました。第二次世界大戦時は陸軍で軍医を務めました。1946年、陸軍を辞めた後にシアトルでお医者さんとして働き、ワシントン大学医学部で臨床を行っていました。途中省略しまして、1949年、イェール大医学部で三位一体理論の定義を考え始めました。そして、この理論が彼の全体のキャリアを通してのリサーチの基盤となったのでした。どうでしょう。ポール・ディ・マクリーン博士に対して、あなたは興味を持っていますか？多分ないですよね。まあ、かなり地味な学者さんですので、医療関係者くらいしか興味を持てない。いや、医療関係者ですら興味を持てないかもしれません。とはいえ、俺はちょっと調べてみたんです。そう。リサーチを続けていたら、マクリーン博士のこの理論に異を唱える人が出てきます。
かなり地味な話題ですので、ここでは割愛します。マクリーン博士が唱えた3つの脳の話ですが、医学的には疑問される部分も出てきたようです。なんせ70年近く前の理論ですので、現代の医学から見てみると、もっともっと別のことが分かるようになってくる。その情報に基づくと 100% アグリーとは言いにくいもののも理解できます。実はこの話、俺が学んでいるエクスプタゴールドの中にも出てきます。仙人さんの説明が本当に分かりやすいので、可能な方はぜひゲットしていただきたいです。最後に一つだけ言わせてもらいます。現代医療で発見されたことをベースにして、マクリーン博士の意見を見てみると、異なる部分も出てくるのもおかしくはないです。ぶっちゃけなんですが、理論とか理屈とかが間違っていたということが起こったとしても、つまり過去の説が今では間違いと言われてしまったとしても、もしその古い理論を応用してあなたの人生を向上させることができたとしたら、それはそれで良いと思いませんか？情報の鮮度とか正確さにこだわるのも良いことですが、効果が出ることに焦点を当てるともっと楽しめますよね。それを仙人さんは教えてくれました。